どうもこんばんは、ゆっくりマリサと。ゴンザレス仲間です。あ、アシュリーが捕まってる。そして敵に見つかった。このままだとアシュリーが危ないぞ。密室で押し倒されて、しかも部屋には屈強な男が二人。これはあれでしょ、もうあれでしょ。どっからどう考えてもこの展開はあれ。あれあれとかこれとか廊下始まってんのかお前。あ、カメラの電源切られた。ということはこれやっぱりあれでしょ。Amateurs. あれ I'm coming for you. というわけで時間を遡ること、時は大正5年。我々は研究所に来ていたのだった。ホーリーシット。なんか寝てるボスキャラみたいなのいたぞ。マリサ、あいつは決してボスキャラなんてシャチなもんじゃねえ。あいつは現場 UFO プレイヤーを恐怖のどん底に叩き落としたゲーム界屈指のトラウマクリエイター。リセマラどうやって。リセマラ、ドーム？説明しよう。リセマラドールとはバイオ4に出てくる敵の中でも屈指の強さを誇る恐ろしいキャラである。以上。結局何もわかんなかったよ。それじゃパズルを解くのでカットしますね。解けました。それじゃ中身入るぜ。ドキドキ。あ、ルイスのメモだ。どれどれ。チンチン。つまりリヘナラドールはサーモスコープがないと倒せないってことね。おそらくこのアイテム取ったらすぐリヘナラドール来るから、来たら至近距離でショットガン一発だけ食らわしてひるんでるうちにすぐ逃げるぞ。なんかすごい音聞こえたよ。もしかしてもう来てる？あ。ほげほげ。よっしゃ逃げ切った。てめえなんかけでもねえんだよバロー。今の誰？って、変な声聞こえる。まさか、この廊下にも。今だ、横を振り抜けて通り過ぎる。今の誰？数年前まではセーフだったけど、2022年現在だと人種差別的でアウトな名前の人。そしてなんでこのドア一旦カードキー入れて待ってからまたカードキーを取らないと入れないんだよ。バーカバーカ、このドア作ったやつバーカ。よし、なんとか入れた。バーカ。あれ、なんか聞き覚えが。やばい、霊夢がノスタルジアに取り込まれてしまう。もう黙って霊夢、ここは2022年だ、2008年じゃなーい。あ。あの頃は毎日が楽しかった。インターネットは便利から遠いにする場所だった。は、ここはどこ？私は誰？ここはカードキー変換する部屋。お前は霊夢、操作キャラはレオン。なるほど、すべてわかった。ほんじゃあカードキー変換して、さっさと次の部屋に進むかねー。次かよ。マジかよに強弱つけるために魔を発音しないアホの真似やめてくれる？これ絶対アイテム取ったら動き出すやつだ。おだまり。というわけでもうアイテム取ってもどうせリヘナラドールに殺されるだけで、何の意味もないので無視して先に進みますねー。いやでもあれ重要アイテムっぽかった気が。早くドア開けて、ほんでこの時霊夢はまだ知らなかった。あの動かないレバーの先にあったアイテムが最重要アイテムだったということを。ここでアイテムを取らないという決断を下したせいで、この後霊夢は大きな苦悩に巻き込まれることになるのだった。てかお前何こっち見とんねんこら。スマホの画面覗き込んでる汚え顔したてめえのことだよ。やんのか？何か不自然だのこらー。
ぞ、ツッコミの仕事を増やさないでよ。あ、見てマリサ、アシュリーが捕まってるよ。お前は何事もなかったかのように日常に戻るな。よし。ここは、セミオートライフに片手の力のヘッドショットで一撃必殺だ。説明しよう、こいつハンドガンで戦うとめちゃ硬いんだけど、セミオートライフルだと、頭一撃で撃っただけで死ぬからめちゃ強いんだよ。セミオートライフルだね。いやでもセミオート、普通のライフルでも死ぬんじゃないか一撃で。いやでもこれ難易度にもよるからな。正直いろいろと検証してみなわからへんわ。っていうか、これ動画だよね。これ動画見ててるよね。FPS ゲーマー201の視聴者の皆さんこんにちは。私はセミオートロボット大戦士という名前です。見たところこの扉を開けるのにもカードキーが必要なようだね。よし、じゃあ次はアシュリーの牢獄の扉を開けるためのカードキーを探しに行こうか。はぁはぁ、ツッコミをマンコ壊れちゃう。な、なんだこの研究所は。何か嫌な予感、嫌な予感がするわ。それはどうでもいいとして、このモニターめちゃ細かいところまで書き込まれてない？すげえ細かい数値とかパラメータとか全部見えるんだけど。で、ホゲホゲ見えてやってよ、準備しよう。ホゲホゲ見えてやってよ、準備。ホグホグだろっぺー。嫌かみすぎだろ。使用しようと思って構えてる時に限って絶対的にうまくいかないよね。っていうかリヘナラドールじゃん、倒せないじゃん。マリサ、倒せない相手に直面した時に類人猿が取るべき最適な行動について、ボーメンタリストが論文を用いて出した答えが何だか知ってるか？知ったらまずい人を出すんじゃねえかすが。さあマリサ、選びなさい。倒せない敵に遭遇した時の最適な行動をね。え？いやいや。え？ A、倒す。B、逃げる。C、逆に仲間になってみる。D、島田紳助に連絡してみる。D の島田紳助に連絡してみるでファイナルアンサー。本当に？それでいいよ。D の島田紳助に連絡してみるでファイナルアンサー。霊夢のことだから私が常識人キャラとして B の逃げるを選ぶと思ってただろ。正直全般。ここはあえて絶対に答えを用意してない B を選んで霊夢を困らせる。霊夢はいつも私を困らせてばっかりだけど、今回ばかりは私が霊夢を困らせるんだから。電話繋がってるよ。また私の負けね。うん、それじゃ電話渡すね。ちょっと投げるって文句言うわ。車の音が気になるわ。そんなこと気になっちゃう。こんなもんもっと気になるわ。どこ見てんだこんなもん。どこ見たの。外車スクラッシュも外車スクラッシュも捨てちゃいないから。こんなもんよく気になるとその後、なんとかステージを進めるもアシュリーの牢獄のカードキーは見つからず、トゲトゲリヘナラドールの登場シーンを見返してみると、何やら腰あたりにアイテムがあることに気づく。なのでリヘナラドールを倒すためにサーモスコープを購入しようとするが、どこを探してもスコープが見つからない。VR 版特有のゲーム進行バグを疑い攻略サイトを見てみると、実は最初にスルーした冷却装置の中にあったアイテムこそ、これから何度も出現する強敵リヘナラドールを倒すのに必須なアイテムだったのだ。だけど結局レバーは凍って動かないぜ。他にボタンらしきものも見当たらなかったぜ。最初のカードキー変換器があった部屋に注目してもらいたい。この赤いスイッチあるやん。うん。これ押さないとレバーが回らんしろ。アイジェビオアウジェビオと39時8%筋が充電状態でチャールズを稼働させてたから上にバグっちゃった。はぁ、こいつロボットだったの。はい、ここからは私が解説する。結局のところサーモスコープは手に入り、私は手を振り分けながらなんとか不正中を撃破。そしてアイテムを持ったトゲトゲの方も無事倒しカードキー回収。死ぬ瞬間面白いから見て。面白い、はい次。そしてそのカードキーを使い無事扉を開け、アシュリー救出成功。以上 VR バイバイをハザードで遊んでみた15でした。それじゃあバイお前ら、次の動画で会おうぜ。なんだよこの動画は、なんだよこの流れは、みんな来ても狂っちまったのか。デンゼルワシントン。最高の状況にいる時こそ悪魔がやってくる。だから気をつけるんだ、いいね。は、はい。物分かりいいね。それじゃ体と心の健康に気をつけて頑張ってくれよ。じゃあね、ウィル・スミス。私もリサなんだけど。Read a question, four possible answers. One of them is the right answer.
And the next voice you hear will be John's. John, you've got 30 seconds. Starts right now. Hi, Dad. Hi. And I really need your help. I just wanted to let you know that I'm going to win the $1 million.